エレガンスアッキーは、日本国有鉄道、東日本旅客鉄道が1985年から1997年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。国鉄秋田鉄道管理局では、1984年に、キハ28系、キハ58系機動車を改造した和式機動車を運用していたが、 和式機動車は比較的年配者の利用が多いことから若年車層や職場旅行などに適した洋風機動車を開発することになった。車両愛称のアッキーは秋田局の販売用マスコットキャラクターのことで国鉄では初めてマスコットキャラクター名を愛称に取り込んだジョイフルトレインである。キロ59本節では登場当時の車両仕様について記述する。 いずれの車両もキハ28系、キハ58系機動車より改造されており、キロ59系500番台とキロ29系500番台である。改造は土崎工場が担当した。全車両ともグリーンシャいツである。団体旅行ではデラックス観光バスが人気を集めており、これに対抗できるような内外装を目指した。車内は大改造されているが、車体外部は 各車両とも乗務員室直後の扉を塞いで小窓を設置した程度で、種車との差異は少ない。車体外部塗装は職員からの公募により決定されたもので、機動車のイメージを残しつつ、ある程度大胆なデザインとなる一方で、あくまでも秋田局のオリジナルデザインになるように考慮された結果、クリーム1号をベースに赤7号、赤1号、 朱色路3号の帯をグラデーション風に配したものとなった。正面の貫通扉には、相性表示器が設置された。団体名や列車名などを表示するが、アッキーをデザインしたヘッドマークも用意されている。一般客室は、床全体を100ミリ高くした浮き絵化式構造とし、防振ゴムを入れることで、振動や騒音の低減を図った。デッキから客室に入った場所の通路は、 スロープ構造とした。照明器具は従来の40ワット型蛍光灯にカバーを設置した。ほか160ワットのシャンデリア風灯具を2箇所に設置した。二人がけ座席側の窓状に終夜灯を合計5個設置した。荷物棚は種ネのものをすべて撤去した上で、一人がけ座席側の窓状にのみアイダックス製の荷物棚を新たに設置した。 側面の窓のカーテンは巻き取り式から横引き式に変更された。客室床は絨毯式であるが、通路部分については土足仕様に耐えるモップ掛けや水洗いが可能なようにビニール製の敷物とした。座席は回転式の二人掛け、リクライニングシートを2列から1列の配置でシートピッチ160ミリで設置した。 一人掛け座席は45度刻みで360度回転が可能である。二人掛け座席は180度回転が可能で、客台に3人分のカーシーレとなる空間を設けた。サービス機器としては、各車両でカラオケ機器とビデオ装置を設置した。これらの機器は上面室側の客室端部に設置され、天井にビデオプロジェクターを設置し、 仕切り壁に50インチスクリーンを設置した。洗面所には、冷水器を新設したほか、洗面台、今日洋風イメージのものに交換した。また、カーテンを取り付けることで更衣室としても、使用可能とした。出入台と客室の仕切り扉は、自動ドアとした。乗務員室直後の出入り台は扉を閉鎖した上で、天井飲室兼荷物室とし、ビデオラック、 荷物棚を設置した。運転席側には天井陰用のテーブルも設けられた、ほか、扉を埋めた後に小窓を設置した。サービス機器用の電源を確保するため、乗務員室助手席側の床下に1、キロボルトアンペア仕様の静止型インバータを設置した。サービス電源の制御スイッチは乗務員室運転席、側右側に設置した上、天井陰室に配電盤を設置した。 キロ29では一部の配管が座席下の空間に設置されていたが、床下にすべて移設したほか、発電機関の冷却風取り入れ口を床下に変更し、騒音の低減を図った。1985年10月14日より営業開始されたが、秋田局の機体に反して、年配者の利用が多かったという。その後も引き続き運用され、エンジンの交換なども行われたが、 1997年に廃車となった。ありがとうございます。